世界を震撼とさせたコソボ紛争。戦闘が激しかった地域では町の大部分が破壊されました。帰る家を失った多くの難民たちのためにいち早く支援の手を差し伸べたのが NGO ピースウィンズジャパン。阪神大震災に使用した仮設住宅をコソボに運び、その建設に力を注ぎました。コソボに派遣されたスタッフの一人がスミコ・アミンさん。彼自身イラク系クルド人として日本政府から難民の認定を受けている建築技師です。国は違えども同じ難民として彼らが受けた傷の深さを知るスミコさん。コソボでの活動は僕に与えられた最高の仕事と彼は語るのです。こんにちは、石橋まさるです。前田由紀子です。昨年激化したコソボ紛争は、記憶の新しいところですが、民族間の争いというとコソボだけではありません。世界の各地で今もなお暗い影を落としていますね。そうですね。コソボで支援活動を続けた NGO のメンバースミコ・アフマットさんも民族間の争いに巻き込まれたお一人なんですけれども、クルド難民として日本政府から認定を受けられた方なんだそうですね。そうなんです。家族と離れて、難民生活を送る彼にとってコソボの窮状は他人事ではなかったようですね。そこで今回は自らも難民でありながら、コソボをはじめ各国で、NGO のメンバーとして活動を続けていらっしゃるスミコ・アフマットさんの姿を追ってまいりたいと思います。それでは早速話を伺っていきましょう。Volunteer 21エルセラン化粧品の提供でお送りいたします。それでは今日のゲストをご紹介しましょう。はい、 NGO ピースウィンズジャパンのメンバーでいらっしゃいますスミコ・アフマットさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして同じくコソボやクルドでも支援活動を続けてこられました横山優子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。石橋さんはピースウィンズジャパンの代表理事でいらっしゃいますので、お二人のことはもうよくご存知ですよね。そうですね、ピースウィンズジャパンのスタッフとして幅広く活動していただいています。ところでスミコさんはどちらのご出身なんでしょうか。私クルドの町スレマニで生まれました。大学まで向こうにいました。ご家族もクルドでいらっしゃるんですか。家族は、はい、今クルドにいます。妹だけドイツに住んでいます。うん、大学時代からボランティア活動をしていたというのをお聞きしてるんですけども。はい、私大学の終わるの時から初めクルドのボランティア NGO で働いていました。あとはフランスの NGO で働いていました。あとは日本の NGO で働いていました。自分もクルド人としてですね、大変な時期だったのにボランティア活動というのはですね、どうして始めようと思われたんでしょうか。私クルドの難民キャンプにいました。向こうで子供を見たすごい、悪い状況がいました。助けて全然なかった。その時から NGO の仕事はすごく大切と思います。だから NGO で働いたいです。スミコさんがピースウィンズジャパンのメンバーとして活動を始められたのはいつ頃からですか。私ピースウィンズジャパン1996年から初めからクルドのプロジェクトから始まりました。日本に来られたきっかけは何なんでしょうか。ウシア・アリさん、彼は地雷除去しました。彼は両方足をなくしました。地雷で、はい、私彼の通訳でした。クルド語と英語、日本に来ました。1996年8月ぐらいでした。義足を作るために日本に行ったんですね。そうです。彼は義足を作りました。いい義足、今彼は歩いています。日本で難民の認定をですね受けることになったきっかけは何ですか。Actually, 私が滞在中の96年に政治状況が変わりまして、そのイラクがですね、イラク軍がクルドに侵攻したんですね。それで政治秩序が変わってしまい帰国できなくなりました。しかし日本では難民の認定っていうのはもうなかなか難しいと聞いてますけど、いかがでしょうか。
In Japan, yeah, it's really difficult. 日本で特に難しいですね。何よりも時間がかかります。Even after waiting for that long time, the answer might be negative. 長いこと待ってもほとんど結果が、まあ、ネガティブなことが多いです。Mm. And during the application, there is not that much support really from the government. その申請中も、まあ、支援というものがないので生活が苦しいです。はい。はい、わかりました。それではまず澄子さんのコソボでの活動ぶりをご覧いただきましょう。東京の五反田、閑静な住宅街の一角に NGO ピースインズジャパンの東京事務局があります。必要な場所に必要な支援を目標に、およそ20名のスタッフが支援をしている現地のスタッフと連絡を取り合いながら活動を続けています。スミコアミンさんは現在この東京事務局のスタッフの一人として忙しい毎日を送っています。コソボ紛争の際、いち早く難民キャンプに駆けつけたピースウィンズジャパン、スミコさんもそのメンバーでした。和平合意を受けて NATO が空爆を停止した後、周辺各国に逃れていた難民たちの帰還が始まりました。しかし村々は無残なまでに破壊され、多くの人々が帰る家を失っていました。そこで日本からは阪神大震災に使った仮設住宅が送られ、ピースインズジャパンとジェン、日本緊急救援 NGO グループが現地でその建設を担当することになったのです。ピースウィンズが仮設住宅を建設したのはチャプラとロジャという2つの村、いずれも壊滅的な打撃を受けていました。冬季には気温がマイナス20度以下にまで下がるというコソボ、冬が来る前に仮設住宅を建設することが急務でした。スミコさんをはじめ現地のスタッフ、そして村人たちの協力のもと、建設が急ピッチで進められました。日本から外務省の審議官がやってきました。進行状況を説明するピースウィンズのスタッフ、国家レベルでの支援も今のコソボには必要です。仮設住宅では徐々に内装が出来上がってきました。日本の住居ならではの畳はコソボの人たちにどう受け入れられるのでしょう。水道のシステムについて相談するスタッフ、ここではおよそ 4-5km 離れた場所にある湧き水を引くことになりました。上水道を担当しているのはナパスさん、スミコさんと同じクルド出身の建築技師、彼はオーストラリア政府の難民認定を受けています。同じ難民として難民生活の経験を生かした彼ら二人の活動は村の人々の大きな支えとなりました。11月に入り、ようやく幾棟かの仮設住宅が完成、入居式が行われました。この日の来るのをどれほど待ちわびたことでしょう。村人たちの表情にも笑顔が戻ってきました。まずは17家族が仮設住宅に入ることになりました。初めて見た畳、少々戸惑いもあるようです。一軒に 5-6人、9人以上の家族には2軒用意されます。子供たちの笑顔が何より嬉しいとスミコさんは語ります。なかなか快適だよという村人、何か不都合がないか家族を訪ねるスミコさん、紛争前と同じようにはいかないまでも、新しい生活がこの仮設の村で始まっているのです。コソボの人にどう受け入れられるか一番心配だった畳、しか
し、意外にも人々は暖房効果があって気に入っていると語ってくれました。ナバスさんが担当した水道の状態も上々のようです。コソボの子どもたちが描く絵は家が多いといいます。家を失った子どもたちの深い心の傷が見えてきます。家を焼かれ、ふるさとの村を破壊された人々、しかしその悲劇を乗り越え懸命に生きようとする人々がここにはいます。彼らの支えはこの子どもたちの笑顔。畳が印象的でしたね。そうですね。でも本当に住むね、お家ができてよかったですね。子供さんは飛び跳ねましたけど、嬉しそうでしたね。はい、もうなんとも言えない笑顔でしたね。そうですね。はい。ところで、どんな町に、どれくらいの、何軒くらいの仮設住宅を建てられたんでしょうか。158台は、ミトロヴィゼのチャブラ村があります。はい。全部この、チャブラ村という村ですね。チャブラ村、はい、コソフォの北部、はい、あとは143プリハブはコソフォの南、ピエアのロジャ村があります。ロジャ、ロジャ村ですね。ロジャ村、向こうで建設しました。はい、阪神大震災の時に使用した仮設住宅をですね、持っていったということなんですけれども、日本の住宅ということで、まあ、現地で不都合はなかったんでしょうかね。ちょっとコソフォはすごく寒い。時々マイナス25度になります。そうですね。So、we have to do some 随分寒いですから、とにかく暖かい部屋を作るというところに随分とちょっと工夫をしなければなりませんで、特にその、まあ、薪ストーブですね。これは神戸の方が使われてたものとも別のもので、現地の人が使っているものを、まあ、入れるとあるとか。Also, tatami was very good for the floor. Very good insulation. で、畳も実はいい断熱材の役割を、まあ、したんです。Better than concrete. Much better than concrete. 普通のコンクリートよりやはり暖かいですから。コソボの人たちの反応はどうでしたでしょうか。Actually, people very much appreciated this prefabricated houses because すごく喜んでくれます。なぜかってやはりテントよりも全然いいですし、I just remember last time when I was in Kosovo, one old woman told me that it looked like a piece of gold. 仮設住宅は私にとって金のようなものだと。で、金っていうのはもちろんコソボでも大変大切なものですから。すみこさんは難民キャンプでも暮らしたことがあるんですよね。ですから、まあそういうキャンプで暮らすコソボの人たちの気持ちもよくわかるということですよね。もちろん、大体私たちは同じ状況、同じ気持ち、感じがあります。はい。クルド難民キャンプとコソフォ難民キャンプ、どこにも難民キャンプの同じ子供の夢、大体いっぱい見る欲しいです。だから、So I think it's all same kind of feeling everywhere.どこの、まあ、難民キャンプでも人間の気持ちっていうのは一緒ですし、子供たちが、ミルクを飲みたいであるとか、そういった、まあ、欲求であるとか感情であるとかっていうのも同じだと思います。夢も多分一緒だと思います。ピースウィンズジャパンはクルド自治区でも支援活動を続けているそうです。後半はそんなクルドの現状を伺いながら、スミコさんの活動の様子をご紹介してまいります。今日は自ら難民認定を受けながらも NGO のメンバーとしてボランティアを続けていらっしゃいますスミッコ・アフマットさんの活動をご紹介しております。クルド民族はですね、世界最大の祖国なき民族と、まあ、呼ばれていますけれども、なぜ故郷を追われたのかなどを含めてですね、クルドの置かれている状況について説明していただけますか。Kurdistan is the country between five countries divided by the First World War. The population of Kurdistan is around 30 million people. It's the largest population in the world.はい、わかりました。それでは早速スミコさんのクルド自治区での活動をご覧いただきましょう。スミコ・アミンさんは画家としても内外の注目を集めています。
子さんが描く絵からは彼の深い悲しみややり場のない憤りが強く感じられます。しかし彼はどんな悲惨な出来事をテーマにしてもどこかに必ず希望を描きたいと語るのです。そんな彼の心の支えとなっているのがクルド自治区に暮らす家族です。いつか一緒に暮らせる日を夢見て彼の支援活動は続きます。不幸な歴史を負ったクルド人の生活は今も不安に満ちています。湾岸戦争当時イラクの軍隊によっておよそ20万人もの人が虐殺されたとも言われるクルド。現在は国連の保護のもとクルド自治区を形成。しかし情勢は未だに不安定で何十万人という人が不自由なテントや廃墟の瓦礫の中などで生活を送っているのです。ピースウィンズはそんなクルドで現在も支援活動を続けています。医療支援もその一つ。不自由な避難キャンプでは貧血や高血圧といった栄養の不足や衛生環境の悪さから起こる病気に悩む人々が大勢いるといいます。そんな現状を受けておよそ10カ所に診療所を設け現地のドクターと共に治療に当たっています。キャンプ以外のクルド人もこの診療所を頼りにしています。また建設支援も大切な仕事です。現在国外からの帰還難民が増えているクルド。しかし繰り返される内戦のため自分の土地に戻ることができない人も多く国内避難民として不便な生活を余儀なくされています。そんな国内避難民のためにクルド自治政府が建設を進めるタナヒ村。ピースウィンズはここでもおよそ150軒の住居建設に当たっています。またキャンプで暮らす子どもたちのために学校の建設なども行っています。クルドの未来を担うのは子どもたちなのです。現地スタッフのために英語の教育も行っています。言葉の壁を越えてより密接なコミュニケーションを取ることが目的です。その他食料支援も重要なこと。クルド人になくてはならない小麦や米、油といった食材を周辺国から調達、栄養不足になりがちな避難民をサポートしています。抱える大きな悩みの一つが孤児の問題です。大量虐殺や度重なる内戦で親が殺されたり行方不明になり一人ぼっちになった子どもたちが大勢います。ピースウィンズは現在およそ600人もの孤児たちを支援しています。突然の親の死は子どもの心に計り知れないほど深い傷を残しています。そんな子どもの心のケアが求められているのです。クルドでは夏になると家族揃ってピクニックなどに出かけるといいます。しかし親を失った子どもたちにもうそんな日は訪れません。そこでソーシャルワーカーや地元のボランティアの人たちがサマーキャンプを企画しました。歌を歌いダンスをしゲームに興じる子どもたち。しかし父は母はもう彼らのもとに帰ることは決してないのです。何の罪もない痛い気な子どもたち、愚かな大人たちの争いに巻き込まれ、なぜ彼らがこんなにも悲しい運命を背負わなくてはならないのでしょう。彼らの幸せを踏みにじる権利は誰にもないはずです。彼らの未来を奪う権利は誰にもないはずです。でももう一日も早く平和を取り戻して豊かな生活を送っていただきたいですね。そうですね。クルド自治区の今の現状はどうなっていますか。一番問題が今地雷です。
地雷がすごく多い、2000万ぐらい地雷ほどで生まれた、これは地雷です。これが2000万個地雷除去はすごく時間がかかる。でも、地雷埋めるは、簡単です。まあ、すぐさんご自身も大変な体験をなさって、まあ、悲惨な現場を目撃されているそうですね。Actually, I witnessed many sad views, like, 悲しいものたくさん目にしました。小さな子供たちが逃げる途中、難民として逃げる途中に迷子になって泣き叫んでいる姿ですとか、And I've seen old people when we fled from the city. 年寄りなんかもですね、やはりそのすごく雨の降る冷たい夜だったんですけども、たくさん道端で亡くなっていく様子なんかもいました。まあ、私たちはほとんどアスファルトの道を逃げました。それもやはり地雷がない安全な道っていうのはそこしかないので、そこたくさん人が溢れていて、亡くなる人から道端に倒れていきました。住子さんは建築技師という、まあ、肩書きの他にですね、画家でもいらっしゃるんですね。I wanna show the, like, tragedy of the Kurdish people. 私が訴えたいのは、まず確かにクルドの悲劇でもありますけれども、同じこう、まあ、クルドだけではなくて世界中にあるんだということ、それをその、まあ、先進国またはその、まあ、平和な国で暮らしている人たちに知ってもらいたい。さて NGO のメンバーとしてですね、住子さんの今後の夢をお伺いしたいんですが、 My dream is thatNo more people need this NGO. That means the peace will go everywhere. And 私の夢は NGO がなくなってしまうような必要ない中にね、自由だとか安全だとかいうのが本当のその基本的な権利として、全ての人が持つことができるような、そういう社会になってほしいというふうに思っています。しかしまだまだ不自由な暮らしを強いられている恵まれない人たちが大勢いらっしゃいますね。そうですね。我々 NGO に託された課題は、まあ、数えられないって言いますかね、たくさんあると思うんです。ますます、頑張って活動していきたいということですね。はい、そして、まあ、2人の今後の活躍を期待しています。はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。